タイトルマッチに先立ちまして、チャンピオンベルトの返還を行います。一旦チャンピオンベルトが返還されます。ダブルメインイベント第1試合、クラッシュフェザー級のタイトルマッチ。ただいまより本日のダブルメインイベント第1試合、クラッシュフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、175cm、57.5kg、マスターブリッジサウンド、シノスカー発生。とりあえずクラッシュのベルトいただきます。チャレンジャー篠塚たつき。赤コーナー171cm、57.5kg、名古屋 JK ファクトリー、クラッシュフェザー級王者、リリー高橋。 K1 での敗戦からクラッシュ防衛戦へ、2021年、終わりよければ全てよし、終わりの無限侍、新見貴人です。クラッシュフェザー級タイトルマッチ3分3ラウンド、3ラウンド終わって決着がつかない場合は1ラウンドの延長ラウンドが用意されております。放送席解説にクラッシュエヴァンジェリスト石川直樹さん、そしてゲスト解説 K1 フェザー級チャンピオン郡司泰斗選手、そしてゲストにライセンス藤原和弘さんをお招きしております。改めてお三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ石川さん、はい、いよいよタイトルマッチということで、新見、ね、が3度目の防衛戦ですね。そうですね、新見選手はですね、決してハードパンチャーではないんですけど、ハードパンチャーではない新見選手がこの、ね、パンチが主体の K1 グループの中でね、どういうふうにチャンピオンになるかということを体現して、新見選手の進化とともにクラッシュも進化しているようなね、そのぐらいのね、わーっといきなりいった、いきなりチャレンジャー出て、左のストレート、なんとまた開始直後にダウンを奪ったのはチャンピオン新見。いや全く慌てなかったからね、こその今のダウンでしたね。そうですね、そして郡司泰斗選手、郡司選手は篠塚選手とは交流があるということで、そうですね、今どんなお気持ちでご覧になってますか。いやちょっと焦りすぎましたね。なるほど、いきなり飛び座を仕掛けていったのが篠塚の方でしたね。そうですね。そして藤原さん、はい、一気に会場の空気が変わりました。そうですね、まさかのダウンでしたからね。ここ今篠塚選手の心理としてはどういう心理なんでしょう。郡司選手いかがですか。そうですね、だいぶ効いてると思いますね、パンチで。ちょっとでもそれでも焦りすぎちゃってますね、雑になってますパンチが。石川さん、はい、その後も新見のパンチがね、何発か当たってますよね。そうですね、ここでも新見選手は全くね、慌ててないですからね、はい、あ、ボディから左のフックは篠塚です。お互いにボクシングバックボーン。ただ石川さん、篠塚はボクシングテクニックが全くないって切り捨てましたよ。そうですね、はい、だけどね、そういうコメントに対しても新見選手は慌てないんですよね。まあ花がなくても僕は花を求めていません、ただひたすらに強さを求めていますと。新見近い距離だ。そうですね、クラッシュ王者としてのね、あの意地ありますよね。そうですね、はい、あ、ただ篠塚もしっかりパンチは繰り出していきます。左のボディ、これが有効だか。もう一つボディからのワンツースリー、パンチのチラシだか。細いかってうまいですね篠塚選手。やっぱり会場の温度は1度も2度も3度も5度も一気に上がっております。このコロテンホール、クラッシュ小足納めの12月です。ダブルメインイベントフェザー級のタイトルマッチ。さあ郡司選手はこの新見とも前回対戦ありました。そうですね、改めて印象を教えてください。そうですね、すごいガードが硬くて気持ちが本当に強いですね。あのパンチの威力とか、まあ、キックの感じとかいかがですか。そうですね、あのパンチとかはそこまでなんですけど、それに加えてローが結構重かったんで、そこがキーポイントかなと。ローが重かった、はい、あ、そうですか、なるほど。今もインローを出していく。対する篠塚、プロボクシングでのキャリアがある篠塚選手は拳の当て方がうまいですね。ガードの上からでも、あれ、来ますよね。で逆に郡司選手、はい、篠塚のストロングポイントどんなところでしょう。そうですね、打ち合いになったら絶対負けないっていう気持ちと、あとパンチのテクニックがすごいありますね。打ち分け方もすごいんで、
まあ、石川さんのボディもいいですよね。そうですね、はい、ショートでもしっかりと拳ナックル当ててるので、ね、あのガードメダルもずずずしきますね、はい、ということはこの後ラウンド重ねていくとどんどん響いてくると。そうですね、はい、打たれ強い新見選手でもこれはあの金に効いてると思いますね。今左が新見捉えたんですが新見を倒れません。第1ラウンド終了です。藤原さん、はい、ちょっと空気が、いやすごいですね。最初から本当に今3分経ったのかなっていうぐらい、あっという間に感じましたけど、ちょっとあの後半になって篠塚選手も落ち着いてきたかなって感じがするのと、新見選手がいつもよりは前に出ないのかなっていう、なんかそれなりのプレッシャーがあったりしてるのかなっていう2ラウンド楽しみです。石川さん、そのあたりいかがですか。そうですね、新見選手が前に出れないっていう風に見えるのはですね、篠塚選手のパンチが先手に出てくるからなんですね。先に攻撃するより先に篠塚選手のパンチが飛んでくるんですよね。細かいパンチ、それで細かいパンチが的確なんですよ、はい、ショートの、ストレートも含めてボディもジャンプも含めて、だから新見選手が先に攻撃ができないというか、そういうふうに映っちゃってるのかもしれないですね。なるほど、はい、郡司選手、今篠塚に一言セコンドで声かけるとしたら、とりあえず落ち着いてやれって言います。第2ラウンドです。フェザー級のタイトルマッチ、やはりパンチ前に出ていくのは篠塚です。ここも交錯する、ただお互い倒れません。第1ラウンドチャンピオンの新見が1つダウンを奪っています。このガードを固めて前に出てくるのは石川さん、新見のスタイルですよね、はい、そうですね、それを、ね、好きにやらせてしまうと相手はスタミナを削られますね。スタミナとともに気持ちを削られるんですよ。焦るとともにまたスタミナも落ちていくんで、それが新見選手のアリシボクスタイルですよね。なるほど、はい、まあ、ただそこに乗らないよと、まあ、戦前からも3ラウンド戦う気はないと篠塚は口にしてましたよね。そうですね、しかし新見のこのプレッシャー、このラウンドは新見選手のプレッシャーが、ね、有効になってきましたね、まあ、右のパンチを伸ばしてきます篠塚。篠塚はボディが上手いですね。本当にですね、篠塚選手、まあ、あとはパンチだけではなくてどれだけその足の技も織り交ぜられるかですね、はい、これ郡司選手この距離いかがですか。そうですね、今は新見選手の距離ですね、すごい。篠原は逆に、あ、失礼、篠塚は逆にどうしたい。ちょっと危ないんでボディとかでやった方がですね、ちょっと冷静になってあの向きになっちゃうと、ちょっと篠塚はガード下がっちゃうんで、そこが危ないですね。あ、なるほど。普段から篠塚の性格的には熱くなりやすいタイプですか。そうですね、すごい熱くなっちゃうんで、そこを抑えたいですね、ちょっと左ミドルを、ガードの上から強いにもらいすぎたかもしれないですね、篠塚選手。ちゃんとピンポイントで常に当たっているので、ボディレバーがちょっと効いてるかもしれないです。いや、そういう意味では藤原さん、はい、新見は全く自分の戦い方ぶれないんですよ、ね、そうですね、さすがチャンピオンという戦い方にこう2ラウンドはなってきている気がしますね。でも篠塚選手意外と飛び膝だったら、あ、まさにそこをちょっと打ち落とすような、ボクシング出身にしても膝があったりするので、確かに。あ、今新見の左のフックか、篠塚捉えたか、効いたか、ちょっと下がった、篠塚下がった、ロングを背負った、ラッシュを仕掛ける、倒した、腹きましたね、倒した新見。さあチャレンジャー篠塚、立ち上がることができるか、立ち上がってきた。これ石川さん聞いてますか、はい、聞いてますね、はい、顔面もちょっと効いたのがありますし、ボディが効いたと、あ、また膝だ、膝だ、もう難しいですね、膝だ、もう絶崩れた篠塚、立ち上がることができるか、ダウンカウントが数えられる、フラフラッとヨロヨロッと立ち上がってきた。さあ残り1つのダウンで決着、ただ残り10秒、篠塚しのぐことができるか、チャンピオン仕留めることが、仕留めた、仕留めた、チャンピオンは強かった、自らのスタイルを貫きました。終わりの無限侍、3度目の防衛は前回に引き続き KO 勝利。いや、この郡司選手に負けたことでですね、おそらくまた強くなったんじゃないかなっていう印象ですね、僕は。
その郡司選手、はい、ぜひ感想をいただきたいと思います。そうですね、まあ、1ラウンド目からすごい良かったですけど、1ラウンド目ちょっとあの戦い方変わってたんでちょっと心配したんですけど、まあ、2ラウンド目からすごい前に出ていつも通りの戦いして、まあ、KO って形で勝ってすごいと思いますね。吉原さん、はい、いかがでしたか。いや、さすがチャンピオンといった感じですかね。あの1ラウンドなんかは結構篠塚選手のパンチがヒットしてて、あ、どうなるんだろうと思いましたけど、2ラウンドやっぱり全て修正してきて見事勝つ、さすがチャンピオンです。そうですね、まあ、そういう意味では相手の良さを引き出して全て受けた上で圧倒するというね、本当に素晴らしいです。あと武器の多さですね、パンチもですし、ローキックも膝もですよね、全ての技で、相手を、ね、的確に止めることができるというのもこのチャンピオンの技の広さ、大きさですね、はい。最後はチャンピオンの方向がありました。吠えたチャンピオンリング上、篠塚は流れます。篠塚選手も、ね、的確なパンチ、最後まで、ね、どこでダウン取ってもおかしくないぐらいの危険なパンチ持ってましたよね。まあ、カメラはチャンピオンに目を捉えています。こちらは敗れた篠塚。結構郡司選手との試合でもそうでしたけど、新見選手ってかなりボディ強いですかね。ボディは効いてるのか効いてないのか分かんないぐらいの症状なんで。そうですよね、ちょっとボディに打ちすぎちゃいましたね、この間は。確かに藤原さん、今日もボディ結構ね入ってるんですよね、かなりいいのが。それでも下がりませんもんね、いやすごいと思います。いや、まさに体験では花がないオーラがないって言われました。ただ僕は関係ない、強さだけをその言葉通りの結果を示してみせたチャンピオンに意味です。それではこれより表彰式を行います。まずはK-1 プロデューサー中村匠よりチャンピオンベルトが贈られます。その腰がチャンピオンベルト、その腰に戻ってきました。新見が3度目の防衛に成功しています。思えば昨年11月王座決定トーナメントを制してベルトを獲得、今年の2月東馬に判定勝ち、そして6月岡島啓人には16秒の KO 勝利、そして今日篠塚辰樹を1ラウンド内で3つのダウンを奪って沈めました。まあ、石川さん、はい、篠塚の言葉を借りるなら確かにその派手さというのはもしかしたらないかもしれない、はい、ね、だけど間違いなく強いチャンピオンですね、うん、クラッシュ王座王者という肩書きが新見貴人という、ね、うん、選手をどんどん強くしてますよね、はい、あとね、あのさっきも言ったように、あの負けこの1個前の試合郡司選手に負けた、その敗戦を、ね、しっかりと糧にするというのもね、強さですよね。ちゃんと負けた意味があったという言葉を体現しました。こんにちは、新見です。今日は応援ありがとうございました。まあ、篠塚選手、あのこうすごい、盛り上げてくれて、本当こう注目される試合だったと思うんで、まあ、こういきなりやっぱりクラッシュのタイトルマッチに、こう挑んできたんで、まあ、ここはどうしても負けるわけにはいかなかったんで、まあ、なんとか勝ててほっとしています。来年、今実況で郡司選手がいると思うんですけど、まあ、そのベルトをリベンジして、郡司選手にリベンジして奪いたいと思うので、また来年も応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。郡司選手、はい、一言ください。まあ、そうですね、今日の試合見てすごい成長してて、やっぱり今度もやりたいなっていう相手でしたね。やりたいなと思う相手。そうですね、もう今度は倒しに行こうかなって思います。
藤原さん、はい、もうちょっと来年が待ち遠しいですね。絶対見に行きますね楽しみすぎます。石川さん、はい、これ実現したらチャンピオンは倒しに行く、ただ新見選手また一つ強くなった印象があります。前回と同じようにはならない気がします。そうですね、いやあのね、ここに隣に座っているチャンピオンがですね、やりたいって言ってすごいことなんですよね。俺はもうね、この間勝ったばっかじゃないですか、新見選手に、郡司選手は、ね、だから俺はまだまだ俺のところにはまだまだ届かないよって言うんじゃなくて、うん、チャンピオンが認めたっていうのはね、それだけ新見選手が強くなったっていうのはね、そこですごいことですよね。そうですね、はい、しっかり新見はこの放送席も意識して、はい、今日の戦いに挑んできました。まあ、あの敗戦忘れていないはず。まあ、そしてチャンピオンからももう一回戦ってみたいというコメントがありました。さあ、このドラマが2022年どんな形で結末を迎えるのか、実現するのか、楽しみにしたいと思います。新見貴人、3度目の防衛に成功しています。また大会中は大きな声は上げず。